こんにちは、こんばんは、面白い楽しい希望のサックス、ね、魔法のレッスンということですね。アトリエグリーン音楽院の勝秀夫がお送りします。アートアンサンブルグリーンというグループもやってます。3つの音から、まあ、音楽は始まるというふうに思っています。音出し3つの音を使うということですね。そんな感じで思っています。まあ、1個1つの音でもちろんいいんですが、まあでもね、面白くないっていうこともありますよね。ロングトーンっていう、もちろん大事な練習なんですけれど、そしてシフラットが今どう吹きましたね。どうかシフラットで、指と息と、口の形、アンブッシュは、ね、これを3ついっぺんに、マスターしていきたいと思っています。ではどう、シフラットラって吹きました。指は落とします。ストンストンね。ね、初めからいくと、まあ、息の流れですよね。スムースな、これは例えば縦笛なんかでも同じね。ちょっと音変わっちゃいますけど、流れがスムースでないと、ふわっとしますよ。縦笛で練習するのもよろしいと思います。リコーダーですね。普通のリコーダーで結構です。はい、そして息の流れ、まっすぐに行くよね。スムースに行くよね。広がるよね。希望のもとになるよね。っていう風にしていただいてから行きます。ね。そうやってください。そしてストーンストーンと落としていきますよね。で、加える場所なんですけれど、こうよく見ていただくと分かるんですが、見た目ね、この辺に見えると思うんです。結構ね、この辺に見えると思うんです。でこうやって押さえちゃうとあんまり変わらないですよね、この開きに出して。ですから実際には、この当たってるところこの辺だと思いますね、実際にはね。でまあ歯とかの形は口の形によってだいぶ違うと思うんです。歯の場所よりもこの下の唇で、リップで、リップの下にもちろん歯があるわけですが、コントロールする場所意外と浅いところにあるっていうことを分かって、特に低音域においては、アハウェイに加える感じが、高音域は低く入っていく感じはありますけど、それも加減ですね。それを持ってください。もう一回ドシラ、ドシフラストラですね。シラと。感じだなっていうふうにやっていただくといいかなと思います。これがまず第1点ですね。3つの音から音楽が始まる。これ上がってみました。上がる音っていうのはなんか特に希望がこう湧いてくるんですよね。ラーラーラーって感じですね。だんだん浮かんでくると思うんです。音2つだけだとちょっとね、なかなかフレーズ湧いてこないんですけど、3つぐらい音があると次にフレーズが湧いてくる。これがまあ作曲家の一つの習性だと思うんです。まあもちろんそうじゃない方もいらっしゃると思うんです。響きだけで考えてる人もいると思うんですが、まあ流れっていうことを考えるとね。だから我々は割と書かれたものを、作られたものをやることが多いと思いますが、その場合も作曲家が、あ、なぜこの音に行ったのかなとか、面白いなとか、そういうふうに感じていただいたときに、まずこう3つの音で流れができた、またつながっていったっていうふうに思っていくと、いや、だんだんこの、理解っていうか解析っていうかね、解釈っていうか、そういうのが良くなると、楽しくなると思いますね。そう思ってください。
上がっていきますね。ハの音から聞きましょうか。ファソラソラシラシドね。集中してちょっといろんなものよぎる時もあると思うんですが、多少よれても構いませんので、頑張ってみてください。で今度上行きますね。今度上がるんですが、2オクターブ目の音域なんですが、これを例えばドレっていくと、結構ドからレってこう2オクターブいく、で息の長さ、この管の長さもガッて変わっちゃうもんですから、それに対しての抵抗力っていうんでしょうかね、この息の流れを押し込んでいくのはなかなか難しいので、まずオクターブ上がってそこから下がるっていう練習をやってみていただいたらどうかなと思っています。例えばですが、ソ、ソ、ファですね。で最後音の処理も少しこうちょっとだけ、あんまりやりすぎなくていいです、考えてください。もうちょっと説明しながらやってるんで、ちょっと息が、意識が抜けるとやっぱ音は良くなくなりますね。レの音までいきますよ。耳でね。ね。サックスにおいてレの音、特にオクターブ上のレの音は結構難しいです。ね、音程不安定になったりします。ちょっと高めになったり、いろんなことが起きると思います。で、管的には長いんですね。で、最低音ではこのもっと管、長い管を使いますけれど、ここまでで、ここまでの長さがありますね。ここまでの長さがね、結構大変ですね。で、耳入れ、しっかりやっていただくといい音が得られます。で、最後にレからレに行って、ドに戻る。この時にレ、ドでいきなり管が短くなりますので、息の支えがひょっとなっちゃったりしますので、しっかりと。なっていうふうに思ってください。口の中をここに息をこすります。よく喉開けてって言いますが、ここあんまり開けてもぼやけた感じになってしまうので、ここは自然に広がりますから、これよりも指入れていただいて、この上を息が通る。これ歌と一緒。ほーっていうのと、同じ音程ですよ。全然違いますよね。両方もちろん使うことあると思いますが、こっち側を息を通す。そう思ってください。そうすると。立派にできると、レレド、本当にゆっくりなところでこうみんなが静かになって、もしこういうことやらされると相当緊張すると思いますが、その時もなんか息の流れにで希望を持ってこうね、何か先にこうできるよねっていうふうに思ってやっていただくといいと思います。はい、一応最初の第一段階、面白い楽しい希望のサックス、魔法のレッスンということで、お送りしました。第一番目、指と息とアンブッシャー、アンブッシャーもやらなかったですね、こちらもですね。で、音出し、3つの音を使うとっていうことをやらせていただきました。ぜひ参考にしてみてください。まあ、レッスン直接できればいいんですけど、できない方、全国の方にこうメッセージ、あるいは学校でこの初めてやる、あるいは先生方がね、楽器じゃないんだけど教えなければいけない時に、こういうことをちょっと言っていただいて、まあ、歌える方は歌っていただいたり、歌えない方はピアノとかでやっていただいて結構ですのでね。
んな風に取るだけでも全然違いますよね。ね、違いますよね。そういう風に取っていただくと、あ、なんかイメージが湧いたな、いい感じだな、ね、ことにこういう風に振り回されないという風になると思います。では、お疲れ様です。頑張りました。勝秀夫です。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。